去年といい今年といいヤクルトがなんか宿敵になりそうどうもダメです。はい、ということでね、このゴールデンウィーク最終日ですね、5月5日、今日は子供の日です。はい、ここまでね2試合連続完封負けと満員のね、甲子園チケットもねもう完売してる中、子供たちも多く来てる中で、はい、本当に不甲斐ない試合をね2試合続けてるんで、まあ、今日こそはね、はい、なんとしてもまずは勝つというよりは、まず点を取らないとね、点をまず絶対取って、まあ、先発のねガンケルさんが、はい、ガンケルティーチャーがねクオリティースタート切ってくれればチャンスはあるかなと思うんですけど、っていうか淡白な攻撃がね、多いんで、そこをね、直せれば勝てるのかなと思います。本日の球場飯は甲子園焼きそば。まずは最初の一口、おいパクリ。ちなみにトライマの箸の持ち方は中指と薬指の間に箸を挟んでいる持ち方です。麺はもちもちで、焼きそばでは珍しい酸味が効いたこのオリジナル濃厚ソースがたまらない。23年間生きてきましたが、この焼きそばのソースは人生初めてです。お酢が効いてます。ここでゲッツーはないやろ、梅野さん。今年チャンスでゲッツーをいって満塁で、1点も入らず、あっいけよ、うわバリのピッチングでね、なんとかこの回はノーアウト2塁1塁のピンチをしてきました。少しはならず、なんとか追いつきましたけど、いやでもな、正直勝ち越したかったな。満塁のチャンスで、ね、作ったんでね、押し出しの1点だけではね、もう足りないですね。一軍復帰してきた原口選手だったんですけどね、見事な、ね、原口選手らしい初球打ちでした。なかなか勝ち越し点が入らない。延長戦になりそうだ今日は。あー初球、おーしゃー、近本先頭の出塁、 OK ナイスバント、おーしゃこれ山本やぞ、次なめるなよ、成田さんは
りじゃん。阪神タイガースがサヨナラ勝ち、まあ、申告敬遠、申告敬遠からのね押し出しフォアボールということで、はい、まあ、阪神タイガースがね決めたわけではないけども、まあ、ただねあのピッチャー投げてる大西投手は、一人選手のね申告敬遠で、まあ、だいぶね苦しかったんじゃないかなと、まあ、それによって満塁になってこの満員のね甲子園のもうアウェーを、ね、感じて投げるわけですから、大西投手は、はい、まあ投げづらかったでしょうね、はい、まあ、最後も山本投手への、ね、一球 もう完全にボールでしたから、完全に甲子園 の、ね、この圧プレッシャーに、ね、負けてました、まあ、これはね本当に阪神ファン、阪神の選手全員で、ね勝ち取った、球場にいる全員で勝ち取った、ね、試合だったんじゃないですか、ね、なんとか、ね、この子供の日、まあ、ゴールデンウィーク、ね甲子園でようやく、ねまあ、勝ったんで、まあ、そこは良、ね、かったんですけど、まあ、ただね、大山選手に、ね、やっぱ決めてほしかったから、タトテルを、ね、ある重ねて4番大山選手の勝負をヤクルト、ね、サイドはしたわけなんで、そこはやっぱりね燃える一打を、ね、期待してたんですけど、うん、やっぱそこでねあそこでサヨナラタイムリー大山選手が放てば、この後の、ね、バンテリン中日戦もね、波に乗っていけるんじゃないかなと、はい、まあ、鬼門ですからねバンテリン、まあ、勝てないんでなかなか鬼門のところで勝つためにはやっぱり勢いついた勝ち方っていうのは必要だったと思うんで、まあ、やっぱり大山選手に、ね、決めてほしかったなとは思うんですけど、まあ、何はともあれねこのゴールデンウィークようやく勝てたんで、はい、まあ、今日はねピッチャー、まあ、ガンケル投手はね、粘りのピッチングで、5回まで投げてくれて、そこから、鍋爺、浜地さん、アルカンタラ、そして湯浅投手、岩崎さんと、はい、特に岩崎投手ね、山田哲人を、ストレート半球、半球続けてストレートでね空振り三振と、いやあれはねマジでしびれたね本当に、本当に岩崎投手にはね無限の可能性が詰まってるなと、ちょっと頭一つね抜けてるかなと、そういったところでは、うん、本当にポテンシャルが高い投手だなと思います。はい、ということでね、まあ、今回はこの辺で終了したいと思います。この動画を見てくれた方はぜひこの後、チャンネル登録、コメント、積極的、天才、切り抜きね、お願いいたします。それではご視聴いただきありがとうございました。